うっちゃう。一応問題なのベンダーさん、うん、なんでかっつったら例えば LT は800でやりたいと、うん、日本では言ってますと、はい、でもアメリカ行ったら800は別の用途で使われてますと、うん、その度に、うん、ねベンダーさんは、うん、その、周波数に合った無重量を入れなきゃいけないんですよ、うん、ヨーロッパの中では共通してるところ結構多いんですけども、うん、例えば GSM 指令とかって 900MHz GSM とかっていうねそういう枠組みはあるんだけども、うん、まあ基本的にもう各国が昔から使っているやつを使ってますよね。なんか統一しようとかあそういう動きはありますよ、うん、やっぱりもちろんあるんですけども、うん、なかなかね、うん、例えばこの周波数帯域軍隊が使ってたんだよね、はい、片や他の国では普通に使われてた一般の人がね